どうも皆さん、コンキキ、今日もアニメレビューの時間だよ。リュウさん、動画というか、下書き状態のストック何本あるんや。6本。さっさと動画にしたらええやん。いや、レビューの文章、そして、この動画の私たちの台本書いたら、一旦落ち着いちゃうんだよね。落ち着きすぎて、動画にしとらんもんが溜まってくばっかりやろ。動画作りたい気分の時と、文章書きたい気分の時があるんだよ。今は、文章書きたい気分なの。だだっこや。アニメ見たい気分。文章書きたい気分、動画作りたい気分がローテーションしてるんだよ。気分ややな、ほんま。3月の目標は、再編集レビュー含めて25本。いったな。目標はあくまで目標。はてさてどうなることやら。そんなわけで、今日のレビューはこちら、僕のヒーローアカデミア、ザ・ムービー・ヒーローズ・ライジングだよ。お、ヒロアカの映画ですか。うん、なんか知らないんだけど、ヒロアカの映画って、私のタイミングと合わなくて、公開中に見に行けないんだよね。何の因果や。この作品は僕のヒーローアカデミアとしては2作品目の劇場映画作品なんだ。1作目は割と高評価やったよな。うん、1作目は1作目だからこそファンが見たかったシーンを見せてくれるような作品だった。師弟によるダブルデトロイトスマッシュやな。今作はそんな1作目とは逆というの入りすぎかもしれないけど、ファンが予想もしてなかったシーンを見せてくれる作品なんだ。どういうことや。1作目は時系列的にまだオールマイトが戦えた時期だったんだ。でも2作目では時系列が進み、オールマイトはすでに戦えない。あの戦いはほんま燃えたよな。だからこそ2作目は 1A のキャラクターたちが中心に描かれるんだ。お、なんか1作目は一部のキャラ以外は活躍しとらんかった感じよな。そこが不満点でもあったんだ。でも逆に2作目はその不満点を大いに解消してくれてる。離島のヒーロー活動を行う 1A の生徒たち、それぞれの個性を使い活躍している姿が描かれるんだ。1作目でスポットが当たっとらんかったキャラにもきちんとスポットが当たっとる感じやな。うん、1作目は敵もちょっと B 級感があって弱かった。でも2作目は絶望感すら感じさせてくれる。絶望感。私は敵のキャラクターを称する上で絶望感って言葉は一番の褒め言葉だと思ってるんだ。本当にこんな敵に勝てるのか、そう思わせてくれるような強敵感。同じジャンプ映画で言えばドラゴンボールのメタルクーラみたいなやつやな。あれはほんまいっぱい出てきた時はちょっと漏れたもん。メタルクーラもちょっと禁じ手じみた敵だったけど、今作の敵はもっと禁じ手なんだ。どういうこと。原作者さんによると、この作品は本来は本編の終盤でやるようなネタを使ってるらしいんだ。お、使われへんかった没ネタみたいなもんですか。よく言えばイフルート的な感じやな。何せ今作の敵であるナインはオールフォーワンと同じ力を持ってるんだ。は、今作の主人公のシタル、オールマイトが自身の力の全てを使って倒した敵、そんな敵であるオールフォーワンと同じような個性を持ってるんだ。卑怯すぎる。もちろんそのまま同じではないんだ。劣化版みたいな感じでオールフォーワンよりも制限はある。いや、それでも強敵すぎるやろ。しかも 1A の生徒しかおらへんのやろ。大人は誰かは大人はおらへんのか。一人では決してかなわない、そんな敵だからこそヒーローとしてはまだまだ未熟な彼らだからこその協力戦だ。おお、努力、友情、勝利やな。ジャンプって感じやな。一人一人が個性を生かし強敵に挑む。ヒーローは勝たなければならない、ヒーローは助けなければならない。犠牲の果ての勝利ではない、助けて勝利しなければ意味がない。たとえ限界でも限界の先へ、プルスウルトラ。まさにヒロアカが掲げとるテーマそのものやな。うん、 1A の生徒たちが自らの限界を超えて戦う姿は本当に素晴らしいんだ。ぐりぐりと動き回るアクション、劇場という大きなスクリーンを意識したカメラワークは、これがブンズだ、これがヒロアカだと言わんばかしの戦闘シーンになってる。見たくなってきた。決して脇役ではない、全員が主人公とも言わんばかりの一人一人のキャラクターの活躍は熱くたぎらせてくれるんだ。でも叶わない。ええ、それで勝てるって展開やないんか。努力、友情、勝利にはならへんのか。うん、だからこその絶望感なんだ。大人もいない、限界を超えて戦っても叶わない。ベクと爆豪が限界を超えて戦っても一人の力を最大限以上に使っても叶わない。どうやって勝つん。禁じ手とも言える敵に対しこちらも禁じ手を使うんだ。どういうこと。この作品の主人公は何の個性も能力も持たない少年だった。そんな彼が憧れのヒーローと出会い、そんなヒーローから個性を譲渡され努力してここまでやってきた。せやな、一人では叶わない。でももう一人誰かがワン・フォー・オールの力を使えれば勝てるかもしれない。え、ミドリアデクは自らの全てを投げ打つんだ。無個性の苦しみ、個性を譲渡されても苦しみ、ようやく今の彼がある。そんな今の自分の全てを失ってもいい、そんなゴンサーみたいな。故に禁じ手なんだ。自らの力を譲渡し、そして自らは残りかすで戦う。彼が誰よりも信頼し、かつてオールマイトと同じくらい憧れた友だからこそ自らの力を託せる。バクゴー、同じオールマイトに憧れて育った彼にだからこそ託せるんだ。二人のワン・フォー・オール、二つのワン・フォー・オール、二人の最後のデトロイドスマッシュ。あかん、これは確かに禁じ手や。
彼が最後に放つスマッシュと残り火が消えてしまう描写は儚い美しさすら感じさせるんだ。泣いちゃいそうや。でもそのちょっと泣いちゃいそうな展開に冷や水をぶっかけられる。どういうこと？譲渡がなかったことになる。は、いや、でも譲渡したんやろ。なんか奇跡が起こった。ええ。譲渡が完了する前に気絶しちゃったから譲渡しなかった、みたいな感じなんだけど、この作品の勝利は大いなる犠牲を払った上での勝利だったんだ。でも、その犠牲が奇跡って言葉でなかったことにされちゃうのは、なんかしっくりとこないんだよね。なんやろ、ボイ編に。影響の出えへんようにしないといけないのは、この体のアニメ映画ではルールではあるんやけど、もう少し、何か納得のできる展開が欲しかったところやな。この作品が上映された当時は、明かされてなかった設定ではあるんだけど、実は、ワン・フォー・オールの中には、かつての継承者たちの意思が存在してたり、ワン・フォー・オールの継承者には条件みたいなのがあったり、っていうのが、後に明らかにはなるんだ。ああ、そういう後に明かされる設定を知れば、そういう先代の意思による介入って感じで、納得できはするんやな。奇跡って解釈もオールマイトの解釈ではあるんだけど、どうも飲み込みきれなかったんだよね。納得しきれなかった感が強い。なんやろうな、最後の最後で冷水ぶかけられ感じなんやな。このあたりは個人の解釈や受け取り次第だと思うんだけど、私個人としてはんってなっちゃったんだよね。アニメや原作をどのあたりまで読んでるのかも影響しそうやな。そういった意味でもファン向けの要素は強いかもしれへんな。勢いでごまかしてる感じもあるんだけど、最後の最後で主人公が全てを犠牲にした勝利の犠牲の部分が奇跡でなかったことになるのは、ご都合主義感が強まっちゃってる感じなんだよね。硫酸的にはうってなっちゃったんやな。あとこれも個人的な好みではあるんだけど、ラストの戦闘シーンの時に効果音をなくして音楽を流してるんだよね。ああ、たまにありますね、そういうの。戦闘シーン自体のクオリティは本当に素晴らしいシーンだけど、効果音もセリフも消して音楽流しちゃうのは、なんか絵としては盛り上がってるのにって感じちゃうんだよね。戦闘シーンを見せたいのか音楽を聴かせたいのかよくわからへん感じになっちゃうんやな。まあいろいろと気になる部分はあったんだけど、一作目はファンが見たかったシーンを見せ、二作目はファンが予想もしなかったシーンを見せてくれた。ヒロアカファンなら間違いなく楽しめる作品に仕上がってる。これ逆に3作品目のハードル上がっちゃいますよね。一体どうなるんや。ファンが見たかったものも見れつつ、ファンが予想できない上にファン以外も楽しめる作品になるかもしれない。ものすごくハードルが一気に上がったな。1作目は指定教頭、2作目はトマトの教頭だった。さあ、3作品目はどうなる？意外な人物との教頭、あ、敵キャラか。僕のヒーローアカデミア、THE、ムービー、ワールド、ヒーローズ、ミッション、近日レビュー予定。そうやって予告して、半年くらい放置、せえへんでくださいよ。私の近日とは半年以内だよ。半年を近日って言ってしまったええんか？せめて、4作品目が公開される前には。リュウさんは気分ややから、しゃあないな。ではまた次回。じゃん。